ディアデラノビアは、日本の競争馬、繁殖品馬。主な価値案は2005年のフローラステークス2007年の京都品馬ステークス愛知杯。2004年12月12日、阪神競馬場の2歳新馬戦でデビューし、初勝利を挙げる。明けて3歳になった2005年は、白梅賞を勝ち、チューリップ賞で重賞に初出走したが7着に、終わった。伝統でんだ。 フィリーズレビューも4着に敗れたが、優秀品馬を目指して出走した、フローラステークスでは安城に、竹豊を迎え、重賞初勝利を挙げた。初の GI 挑戦となった第66回優秀品馬では、ケントデザーモが帰場したが、3着に終わった。その後休養に入り、2005年のシーズンを終えた。4歳になった2006年は、京都金牌。 京都ヒン馬ステークスと5着以下の成績が続いたが、中山ヒン馬ステークスで2着に入る。しかしその後は、自走のマイラーズカップから秋のエリーザベス女王杯まで5戦連続の3着と、赤杯が続いた。年末には初の海外遠征に臨み、香港カップに出走したが7着に終わった。5歳になった2007年、京都ヒン馬ステークスで1年9ヶ月ぶりの勝利を、 上げた。続く、阪神品バステイクスは3着の後、再び海外へ遠征。7月のキャッシュコールマイルでは5着と敗れたが、年末の愛知杯で優勝し、重賞3勝目を上げた。6歳になった2008年は、京都金杯と小倉大商店に出走したが、いずれも大敗し、小倉大将店を最後に現役を終えた。二千十一年六月十九日、初号。 ディアデラ・バンデラが中央競馬でデビュー。23戦1勝の成績を残した後、地方競馬へ手向かやした。2012年9月9日、2番子、ディアデラ・マドレが中央競馬でデビュー。重勝3勝の成績を残した。ありがとうございます。